2020年7月23日、朝のですね、6時45分頃ですね。先日ですね、大分県からですね、こちらですね、宮崎県にですね、ついに入りました。で、延岡経由でですね、今の日向に来ています。日向のですね、トライアルっていうね、格安スーパーがあるんですけども、地図ではですね、まだ写真がトライアル、載ってないんですけども、で、このトライアルでですね、ご飯を食べて、それでですね、お風呂っていうか、まあ、シャワーですね、日向市にはですね、お風呂がないらしいんですよ。銭湯とかね、温泉とか。10キロほどね、走ったところでは温泉とかはね、あるようなんですけども、街の中にはですね、ないっていう話で。で、ただですね、プールとかトレーニングルームとか、僕ちょっとね、入りながら、ね、使わせていただきながら、シャワー浴びのみたいな感じでね、移動してるパターンが多かったんですね、コロナ前は。まあ、コロナあってからね、もう軒並み休みでね、利用できなくなってしまったっていう経緯があるんですが、また最近ね、利用できるような形になってきましたので、で、問い合わせしましたら、そこにね、やはりシャワーがあるということで、で、ご飯をね、トライアルで食べた後ね、シャワー浴びに行こうと思ったんですけどね、着いたのは7時半ぐらいでね、ご飯食べて、まあ、ギリギリだったんですけども、ちょっと食べたらね、なんかそのままね、運転席で寝ちゃいましたね、トライアルで。起きたのが夜中の2時半とか3時とかね、そのぐらいで、まあ、そこからずっとちょっとね、起きてるんですけどね。で、ここですね、日向のですね、馬ヶ瀬というところですよね。なんか景観がなんか良さげなので、ちょっとね、来てみたんですけども、で、馬ヶ瀬のね、手前にですね、無料のキャンプ場があるんですよね。なんて読むんだっけな、おほこが浦、あれ、ちょっと定かじゃない、みほこが浦ですね。おほこじゃない、みほこが浦公園キャンプ場っていうのがあるんですね。まあ、海水浴場もここね、あるんですけども、まあ、海水浴場はね、本当にちっちゃなビーチでしたね、ちょっと来るときに見ましたらね。で、ここのですね、キャンプ場が無料ということで、ちょっとね、キャンプ場一周してみたいと思うんですよ、どういうキャンプ場か。で、ね、炊事場とか、ね、水とか、ね、水道とかあるでしょうからね、水もらってこようかなと思うんですよね。ね、車にいっぱいいっぱいね、積んでた水もね、昨日シャワー浴びれなかったので、この駐車場に来てね、頭洗いました。頭もうね、痒くなっちゃって、もうね、ほんと痒くなったらまずいんですよね、頭。痒くなるっていうのは、痒いっていうのは痛みの手前ですからね、一歩。で、痒くなるとね、もう、それに伴いね、髪の毛も相当なくなってしまうというね、ことなのでっていうかね、なので、もうね、痒くなったらまずいんですけどね。ただ昨日はね、もうそのままふっと寝ちゃったんでね。で、これはちょっとね、頭も痒いし、まずいと思って。で、もうね、ここにね、来ました。で、駐車場、今いるんですよ。美鉾ヶ浦駐車場にね、ここ、結構長い駐車場ですけどね。で、ここのね、駐車場の奥に泊まってね、ちょっと頭洗いました。なのでね、もうね、6リッター使ったんだよね。水がもうないので、ちょっとね、給水ね、しようかなと思ってね、これからね、ちょっと行ってみたいと思います。パソコンをね、ちょっと止めてね。ちょっとね、置きますよ、スマホ。
マスクはいかないな。それではね、行きたいと思います。こんにちは。こんにちは。なんかウェットみたいのかかってたみたいですけど。ああ、そうなんですよ。なんかサーフィンですか？そう。あ、サーフィン。この辺りでもサーフィン、そう、結構、ヒューガの。そう、桜ヶ浜と、あと種ヶ浜に昨日は行ってきて。あ、結構、なんかいいスポットなんですか？え、そう、あのヒューガはあの日本でもかなりすごい。あ、すごい、本当宮崎自体、うん、あの日本で一番、あ、宮崎聞きますよね。そうで、日向はその中でも日向とか、あと津野町とか、うん、あの辺は、この辺りはすごい、もう、あ、いい感じ、いい感じです。あ、そう、海もすごい綺麗なんですか？海もすごい綺麗だし、やっぱり僕島根県で、日本海、日本海もすごい綺麗じゃないですか。海、日本海は綺麗ですけど本当にやっぱ波の力が全然違うんですよ。あ、やっぱりこっちの方がすごい力があって。あ、そうなの。そう、冬の日本海もなんか波がすごい速いじゃないですか。あ、そう、あれあれ、ぐちゃぐちゃな、あ、ぐちゃぐちゃな感じ、ぐちゃぐちゃな感じ。あ、そうなの。そうなんです。あ、じゃあそこと比べるとこっちのその波が、そう、そう、すごいやっぱり太平洋よくて、ヒューッとこう来て綺麗にヒューッと来るんで。ああ、またそういうので乗りやすい感じ、気持ちがいいですね。気持ちがいい感じの。ああ、そうなんだ。そうなんです。何日ぐらいもうここ来て？いや、昨日来ました。あ、昨日来て。そう、ちょっと連休使って。ああ、今日、明日帰るんですけど。あ、そうなんです。そうなんです。じゃあ今日もちょっと行ってみたいな感じで。今日もそう、これから行ってみようかなと。ああ、いいですよね。お邪魔してます。いやいや、僕も昨日来たところでね。そうなんですか。そう、うん。もうずっとあちこち巡りながら。あ、そうなんですね。うん、来たところなんで、どっから来られたんですか？あ、僕は東京からも。あ、そうなんですか。もう1年。あ、もうこっちに。もう、いや、1年かけながらずーっと回りながら。こっち来てね。そうなんで、日本海も出たわけですよ。はい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 、あの京都の方からね。はい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 、そしたらもうびっくりですよ。もう関東にこんな海ない。もうハワイ行かなくていいみたいな。確かに確かに。水綺麗だし。本当にびっくりしたよ。そうそう、透明度がね。確かに、うん、綺麗ですよね。ね、あの兵庫県のシュノーケルセンターのある竹野っていうところに行ったんですけどね、僕ちょっとあのダイビングの方なんですよ。そうなんですね。うん、透明度がね、もうそこのダイビングショップの人に聞いたらもう15メーターあるみたいな、ね。いや、でちょっと入ったらね、シュノーケルだけど入ったらもうそこまで見えますからね、10メーター以上あるところね。綺麗ですよね。日本海もびっくりしてましたね。本当。確かに確かに。山口県とかの方もあのシュノーケルとかすごいいいみたいな。あ、いい。結構綺麗で。あ、綺麗ですよね。綺麗らしい。うん、日本海があのなんだっけな、なんていう橋だったっけかな。あのありますよね。あれ、そうか。あの景観がまたいいですね。はいはい、そう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 。うん。うん、そのあたりだったらね、隣の県だから、うん、ね、山口だったらね、そうですね、うん、近いんですよね。そうだ、またじゃあちょっと楽しんで見てください。あ、はい、どうぞ。じゃあまた。ありがとうございます。どうも。出口。話しましょう。あ、あった。あそこだ。水中だ。水地場が奥にある。水地場がありました。あ、遠い面であるんですか、水地場が。あれ、え、ここも、え、ここも電源があるじゃん。ここも電源がある。電源があるっていうことは、あれですね。岡山県の林間町のキャンプ場と一緒ですね。
あ、ここでパソコンできるじゃない。パソコンはもしかして通電してたらいいかな。通電してるかな。通電してたらパソコンできるな。ではね、給水もねしたしね、ちょっと車にね戻りますけどね、その前にちょっとねキャンプしてる方がいるので話聞いてみようかな。おはようございます。もうこちら何泊かされてるんですか？あ、昨日来てですか。なんか今あの炊事場のところにコンセントがあるんですけど、あれって通電 してます？いや、気が使いませんですけど、ここ市が経営しているみたいなので、うん、市役所とかに電話してると分かるかもしれない。あ、そうだ、そうですよね。でも多分通電しなら、で、あの使えると使えるなら使ってもいいと思いますよ。ですよね、コンセントがあるんでね、うん。だからパソコンできるなと思ってここ。ああ、なるほどです。どうもありがとうございます。あ、すごく経過がいいですね。もしかして YouTube か何かされてる。まあ、ちょっと動画撮りやってますけど、まあそんな YouTuber っていうわけじゃないんで、うん、自分がねやっぱりあの旅のね記録残したいと思って、うん、それで、うん、どこから来られてるんですか？あ、東京ですね。あ、そうなんですね。もうあの1年かけてっていうか、もう1年以上経ってるんですけどね、出てからね、うん、あちこち巡りながらで今ここに来たっていうね感じで、はい、あ、どうも、はい、どうもありがとうございます。ということでコンセントがね、コンセントがあるからこれパソコンできるよね、うん、ちょっと通電してるかどうかね、またね、あの水をね、あとペットボトル、うん、3、4本ちょっとね、あの水をねもらいに行くので、ね、その時ねちょっとコンセントね使えるかどうかをちょっと確認してみますね、通電してるかどうか。はい、それではですね、この美保子ヶ浦ちゃんとねキャンプ場の名前忘れてしまいました。よし、キャンプ場の名前、あ、パソコンもね電源止めてるからねすぐわからないんでね、はい、それではねこちらのね無料キャンプ場からでした。